とかで作っていて非常にキレの良いで微妙にガスを感じるのでこういったね青空の下で飲んでいただくととっても美味しいかなと思います。すごく淡くてなんか桜色ピンクみたいな、いい色ですね。綺麗な色ですね、はい、ありがとうございます。すごい華やかです。あ、すごい酸が、綺麗な酸があります。素晴らしいコメントされてワインの勉強されてソムリエです。ソムリエさんですか。すごい本業がソムリエさん。本業ではないんですけどソムリエは持っております。あ、素晴らしいワインのファンです。あ、嬉しいですね。はい、こんにちは、長野インターネットジョークと申します。長野県は塩尻市の、平井寺遺跡に生きておりますが、さあ今日は何のイベントなんでしょうか。はい、今日は塩尻、ワイナリーフェスタが3年ぶりに、開催されております。今日私たちはミスワインとして、はい、あの日本のワインをはじめとした塩尻のワインも含めてたくさんのワインをこう PR するのにやってまいりました。名前自己紹介お願いします。はい、私は2021年ミスワインのビンヤードアワード特別賞に選んでいただきました池田マリンと申します。そしてはい、同じく2021ミスワイン準グランプリに選んでいただきました金山彩香と申します。よろしくお願いいたします。ミスワインになぜ応募したんでしょうか。はい、あの私自身がすごく日常でお酒をあの飲む機会が非常に多かったんですが、ワインだけあのなかなかその知識ですとかあの飲んだ時のあの味わいとかいろんなものちょっと難しいと思うんですけど、そういったものにすごく興味があって今回応募に至りました。普段はどんなワインを飲んでらっしゃるんでしょうか。はい、あの最近、よく飲むのは白ワインの樽熟で、結構濃厚な白ワインを好んで飲むようになりました。なるほど、はい、そして池田さん。はい、私が応募したのは、私はもとにかくワインが大好きでワイン飲んでいない日がないっていうことも特別に特別賞だからっていうわけではないですけど、はい、特別にワインが好きでソムリエの資格も持っているので、はい、あのワインをもっと広めていきたい、特にやっぱり自分の国の日本のワインをいろんな人に広めていきたいというふうに思って応募しました。まあ、ソムリエといえば、はい、まあ、ワインの、まあ、引き下げというか、はい、ですよね。はい、具体的に言ってどんなことされるんですかね。まずは香り、あの、はい、そうですね、まず外観を見てどんなワインなのかなっていう想像はするんですけど、うん、それだけだと全然絞れないのでそこから香りを取っています。その香りからいろんなこうブドウ畑の風景とかどんなブドウなのかなと、今日もブドウが後ろにありますけど、うん、そういったのを想像してそして実際に味わってどんな品種かな、どんな作り方のかなっていうのを想像する飲み方をしています。そのワインの香りからブドウ畑まで頭に浮かぶわけですね。あ、もう好きすぎて思い浮かんでしまいますね。もしかしてこの日は雨がすごかったのかなとか晴れてた、今日はすごく晴れてますけど、まあ、じゃあ結構ブドウはよく育ったんじゃないかなとかっていうふうに想像しながら飲むのがすごく楽しいです。そこまでしてこうワインっていうのはこう味わい方が様々なんでしょうか。はい、そう思います。やっぱり私はあの実家が秋田で、そちらでも農業をしているあの両親もいるんですけど、やっぱり畑の個性というのが実際に飲んだ時のワインに現れているなっていうふうに思うので、だからこそワインって飲んだら楽しいなっていうふうに思います。普段はどんなワイン飲まれるんでしょうか。結構私気分によって変わりますね。今日みたいなすごく晴れてる日はなんだか爽やかなワインが飲みたいので、あのロゼワインとか白ワイン、あの塩尻さんだとやっぱメルローのロゼが美味しいので選んでいます。なるほど。そして金山さんはどんなワインが好きですか。好きなのはもともと最初あの飲み出した時は、うん、やはりそのタンニンだとか、はい、そういうものがなかなかあの飲み慣れない感じがあのすごくあったんですけど、最近はそれも味わいとしてすごく楽しめるようになってきて、あの甘さというよりもやはりすっきりしたものがあのいろんなこういうあったかい天気の時もそうですし、はい、これから夏になるのでそういった時期にもあの非常に楽しめるワインなんじゃないかなというふうに思っております。なるほど。まあ、今後ミスワインとしてまあ、どんな活動をされていかれるんでしょうか。はい、そうですね、あの私もまだまだ勉強中ではあるので、はい、やはりそのワインに対してあの敷居が高いだとか、あの飲んだ後にどういったことを思えばいいんだろうみたいなことってやはりあの飲み慣れない方たくさん思ってらっしゃると思うんですけど、そういった方に対してもあのそんなに難しく考えず楽しくみんなであの飲めばあのすごく楽しいお酒なんだよっていうことをあの自分の口からお伝えできればいいなというふうに思っております。池田さんは今後どんなふうに
ミスワインしていこうと思ってるんでしょうか。はい、まず場所としては日本全国各地に広めていく役割をしていきたいなと思っていますし、今はインターネットもたくさんいろんな手段がありますので、海外に向けても日本のワインの良さを発信していきたいと思っています。あとやっぱり今少しお話に出た通り、ワインっていろんなものに合わせられる飲み物だなっていうふうに思いますので、郷土のお料理とか掛け合わせてマリアージュ、こんなお料理に合いますよといったペアリングの発信もしていきたいなっていうふうに思います。ぜひ希望に向かって頑張っていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。すいません、自己紹介お願いします。はい、こんにちは。2021ミスワイングランプリの下田遥と申します。今日はミスワインということで、はい、来ておられるんですね。はい、そうです。ミスワインっていうと、まあ、お酒が大好きというかワインが大好きなのかなっていうイメージがあるんですけども、はいはい、どのような役割を果たすんでしょうか。あ、そうですね、ミスワインは多くの方にワインの魅力を伝える役割を担っております。はい、例えばどんな風に。例えばそうですね、今日もあの塩尻のあのイベントでたくさんの方に来ていただいてますけれども、はい、あの多くの方とお話ししてワインをより好きになっていただけるようにお話ししてます。今日は何種類ぐらいの、はい、テスティングされたんでしょうか。もうたくさんいただいて覚えてないんですけど、多分30種類ぐらいはされたかなと思います。はい、なんか気に入ったのありましたか。もうたくさんあったんですけれども、あの泡から、ロゼから白赤とも素晴らしいものがたくさんありました。中にはブランデーなんかをお持ちになられてるワイナリーさん。はい、下田さんとしてはなぜこうミスワインになってみようと思ったんでしょうか。ありがとうございます。あの私の目標というか、はい、あの叶えたい世界として、もっと多くの人に日常的にワインを楽しんでもらう世界を作りたいと思って、うん、ミスワインに応募しました。もともと小学館のオッチというファッション誌で読者モデルとライターをしていまして、でそこにワインエキスパートとか WSET の資格も取ったんですけれど、それだけだとこう世の中の日本中の人たちにワインの魅力を伝えるというのはちょっと発信力が足らないかなと思ったので、今回ミスワインに応募してより多くの方に耳を傾けてもらえるように、はい、いたしました。そして、はい、まあ、ミスワインになれたわけですけども。そうですね、グランプリを無事いただけまして。それはいつだったんですか。では11月、昨年の11月に、はい、いただきました。ぼちぼち1年あ半年ぐらいですかね。はい、今後はどんな風に活動されているんでしょうか。そうですね、今それこそ、ミスワインの大会の時のスピーチでもお話ししたんですけれども、はい、あのオチの紙面で隔月で2月に1回ですね、日本ワインのコラム書かせていただいていて、うん、そこで定期的に日本ワインの魅力を発信していきたいなと思ってます。で、それに合わせて今ワインバーをオープンする予定で、はい、あの郷土経営で代官山の方にワインバーをオープンするので、またあのリアルのあの場面でもワインの魅力を伝えていけたらなと思います。いろんなこう夢があると思うんですけども、はい、まあ、個人的にはどんな夢があるんでしょうか。あ、個人的には先ほど申し上げた通り、日本にいらっしゃる、例えばそうですね、家にビールが入ってる家庭ってたくさんあると思うんですけど、はいはい、家の冷蔵庫にビールが入ってる家庭たくさんあると思うんですけど、あの家の冷蔵庫にあのワインが入っているような家庭を増やしたいなと思っていて、でそれがなんて言うんでしょう、冷蔵庫にワインが入っていて、あ、おしゃれだねとか、あ、なんかワイン飲むんだねではなくて、もうそれが日常というか普通のような日本になればいいかなと思っております。なるほど、はい、そして今年はまた、9月でしたっけ、はい、日本代表ミスワイン2022年ということで、はい、うん、まあ、大会があると思うんですけども、はい、その辺の方の運営もなんか。そうですね、はい、私自身の発信力ももちろんなんですけれども、はい、あのミスワインとしてチームで多くの、まあ、ミスワインになられた女性たちと協力しながら発信をしていった方が、うん、より多くの人たちに魅力が伝わるかなと思ったので、今後は運営の方にも携わらせていただく予定です。ぜひ希望に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、はい、努めてまいります。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。長野インターネット局と申します。長野県は塩尻、はい、平井遺跡に来ておりますけども、はい、今日は大きなイベントがあるということでやってまいりました。ありがとうございます。すいません、自己紹介お願いします。はい、私一般社団法人塩尻市観光協会の塩原と申します。ワインのイベントですから、はい、もうワインも大いにいろんな種類ございますので、
飲み比べたりしていただき、仲間同士で、まあ、楽しく和気あいあいとこう盛り上がっていただければと思います。まあ、今日はあのミスワインの方も何人か見えてると思うんですけども、どうですか、あのミスワイン、日本代表される方だと思うんですけども、なんか期待するものって何かあるんでしょうか。そうですね、あのミスワインの皆様は非常にその知識があの身についていて、はいはいはい、ワインのことをやっぱり広めようとする、そういうあの気持ちがあの一人一人の皆さんにありますので、はい、あの私たちだけだとなかなか広まらないんですけど、ミスワインさんたちがいることによって、はい、よりその普及したり広く PR ができたり、今まで知らなかった方が、うん、ああこういうこともされているというようなことで、発信力がもう非常にあの幅広く、しかもその大きい、インパクトが大きいっていうんですかね、影響力が大きいというか、なるほど、ですから期待度はもう、いや、もう本当に大きいです。柴原さん自体も何か素晴らしいワインを作ってるとかってお聞きしたんですけど。あ、そうですね、私もあのワイナリーの一員なんで、ほいほいほい、あの塩尻市はあのワインの街と、はい、いうようなこともあの掲げていますので、あのだいぶそういう意味では恵まれていて、自分の仕事にもプラスになっていることもこういうイベントを通じてありますので、大変ありがたいと思っております。要するにブドウ作りから始めて小さなワイナリーさんいっぱいできてきましたよね。そうですね、ですから、そういう方たちの作っているワインの魅力とかね、はいはいはい、いうものがありましたり、産地による味の違いだとか、うん、そういうこともありますのでね、飲む方にとっては楽しみが非常に幅広く、世界中のワインが今ご家庭で、味わっていただけるようなそういう環境がだんだんできてきましたので、まあその中でも国産の特に今塩尻市のワインをですね、私と思うとすれば広めていきたいなという思いです。なるほど、ぜひいいお酒作りに頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。どうもありがとうございます。